パドレスのダルビッシュ有投手が20日、ツイッターを更新。エンゼルスの大谷翔平投手が同日のインディアンス戦で最速が153キロにとどまった話題に触れ、自分はトミー・ジョンの後数年間こういうことがよくありましたとつぶやいた。大谷は2番投手で4度目の投打同時出場。最速は153キロで、5回には147キロの直球で同点ソロを被弾し、2勝目を逃した。初回に費やした球数は25球。しかし、通常150キロ台の半ばから、後半の直球が最速で151キロ。そのほとんどが140キロ台を計測。スライダー、スプリットの変化球も過去の登板よりも8から10キロ遅かった。これには、地元紙オレンジカウンティレジスターのフレッチャー記者も自身のツイッターで、大谷の球速がかなり落ちている。何が起こっているのかわからない、と心配した。ダルビッシュは15年3月に、大谷は18年10月に、右肘の通称トミー・ジョン手術を受けている。ダルビッシュは手術後に復帰したシーズンでも、故障に苦しんだ経験を持つ。